それではこれより本日の知事定例記者会見を始めます。まず冒頭、本日の会見項目につきまして知事から説明がございます。知事よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。はじめに LGBTQ に関する相談窓口の開設についてお話をいたします。千葉県は本年1月に多様性尊重条例を施行し、さまざまな違いにかかわらず誰もがその人らしく生き活躍できる社会の実現を目指しております。LGBTQ については偏見や誤解によりさまざまな不安や悩みを抱えている方々が存在をしており、こうした方々が生きづらさを感じることなく暮らしやすい環境を整えていくことは重要だというふうに考えています。そので県では性的指向や性自認に関する不安や悩みなどについて電話やメールにより相談を受け付ける窓口を7月29日に開設することといたしました。対象は県内の LGBTQ 当事者の方やそのご家族、学校や職場で LGBTQ 当事者に接する方などであります。電話相談は毎月第2土曜日の13時から16時と第4火曜日の19時から22時の毎月2回行います。なお初回の相談日は8月10日土曜日となります。またメールによる相談は7月29日から受付を開始し、電話の相談日に回答をいたします。性的指向や性自認に関する不安や悩みなどについて誰かに思いを聞いてほしいという方がいらっしゃいましたら、一人で悩まずまずは相談窓口へお気軽にご相談ください。次にパリオリンピックについてお話をいたします。パリオリンピック日本時間のあさって27日の未明にいよいよ開会式を迎えます。大会には本県で生まれ育った方や県内に所属チームがある方など千葉県にゆかりのある選手が数多く出場し、オリンピック日本代表決定者は13競技36名に上ります。連覇のかかる選手ではレスリングで松戸市出身の須崎優衣選手、柔道100キロ級東海大学附属浦安高校出身のウルフ・アロン選手、体操競技では成田市出身の橋本大輝選手が出場をいたします。また初出場となる選手では柔道48キロ級八千代市出身の角田夏美選手、スポーツクライミング競技で県立八千代高校3年の安楽空人選手などが出場をいたします。選手の皆さんにはこれまでの努力が実を結び最高の舞台でベストのパフォーマンスを発揮されることを願っております。現在オリンピックに出場する本県ゆかりの選手の情報を県庁内において9月30日までパネル展示するとともにホームページや県公式 X で発信をしていきます。県民の皆さんにはオリンピックを通じてスポーツの持つ力を感じていただき、その感動とともにより一層スポーツに親しんでいただければと思います。皆さんもぜひエールをパリへ届けましょう。次に県立柏の葉公園における官民連携によるにぎわいの創出についてお話をいたします。柏の葉公園は年間150万人の人々が訪れる都市公園であり、敷地内には総合競技場、野球場、体育館などのスポーツ施設や日本庭園をはじめとする文化施設があり、子どもからお年寄りまで幅広い世代の憩いの場として親しまれております。一方で柏の葉公園にはもともと飲食施設や売店、休憩施設等が不足をしており、利用者からもこれらの設置を望む多くの声が寄せられておりました。こうした声を受け、県では利用者の利便性や公園のさらなる魅力向上を図るために、民間のノウハウやアイデア等を参考に、緑や水辺を生かした飲食施設等の設置に向け取り組んでまいりました。この度、来月8月30日に、新たに2つの施設をオープンすることとなりましたのでお知らせをいたします。なおこれらの施設は本県の県立都市公園として初めて官民提携連携処方の一つである公募設置管理制度、いわゆるパーク PFI を活用した施設となります。ここで今回新設をする2つの施設についてご紹介いたします。まず公園センターの隣には緑と調和した飲食施設としてドトールパークカフェがオープンをいたします。これは株式会社ドトールコーヒーが全国で初めて都市公園内に出店をするもので、愛犬と飼い犬が一緒にくつろげるドッグカフェエリアと一般カフェエリアをパーテーションで区分けをし、どなたでも心地よくお過ごしをいただける空間となっています。また店舗周辺にある遠路広場や休憩できるベンチも新設をされ、新しい安らぎの空間が創出をされます。
次に公園中央エリアには水辺を生かした飲食施設として開放的な大屋根の下で水景を望みながらのバーベキューが楽しめる柏バーベキューベースが誕生いたします。バーベキュー場周辺には芝生広場も新設をされ暑さの軽減や安らぎなど緑が持つ効果が創出されております。民間企業が持つノウハウやアイデアが詰まった施設のオープンにより地域の活力やさらなるにぎわいの創出などの相乗効果が生まれることを期待をしております。今まで利用いただいていた方はもちろんまだ訪れたことのない方もこの機会にぜひ新たな魅力が加わった柏の葉公園にお越しいただければと思います。最後に日本一の千葉の梨シーズン到来についてお話をいたします。千葉県産の梨、生産量、栽培面積、産出額、すべてにおいて日本一を誇っていますが、今シーズンの梨の出荷は昨日7月24日より、長生農業協同組合で始まっています。千葉の梨栽培、江戸時代に現在の市川市八幡地区から広まったと言われ、長い年月をかけて美味しい梨を作る技術が蓄積をされており、品質面において消費者から高い評価をいただいています。県では昨年度から千葉県の顔となる品目を核とした集中的なプロモーションを行っておりますが、本日は梨に関する今年度の取り組みについて3点お知らせをいたします。まず1点目が梨の販売会です。今年度は新たに手土産用のこの化粧箱を製作をし、8月上旬から9月の下旬にかけて東京駅やそごう千葉店で販売会を開催をいたします。この化粧箱、日本一の千葉の梨を目立つように表現をしながら、上から見たときにまん丸に見えるという美味しい梨の条件をデザインに落とし込んでいます。化粧箱はテストマーケティングを兼ねて試験的に製作をしたものであり、販売会場限定となります。なお販売会ではアンケートに答えていただいた方に梨ピーラーをプレゼントする企画やフォトスポットとして高さ2メートルの梨のオブジェを展示をしておりますので、ぜひ会場でご家族やご友人などとこの梨生かした写真撮ってみてはいかがでしょうか。2点目がテレビ CM 等での PR です。日本一の千葉の梨を広く認知をしてもらうために、出荷が本格化する8月からテレビ CM での宣伝や首都圏スーパーの店頭で PR をしてまいります。それではここでその CM をご覧ください。どうも、日本一の千葉の梨です。いやいや、私が千葉の梨です。生産量、日本一の千葉の梨です。江戸時代からの歴史がある千葉の梨です。あ、それは梨でしょう。日本一、千葉の梨という CM でございました。3点目がプレゼントキャンペーンです。千葉の梨に関するクイズに答えた方に抽選で梨2キロが当たります。本日正午より開始をいたしますので、皆様ぜひご参加ください。最後に本日は千葉県果樹園芸組合連合会様に初出荷をされた梨をご用意いただきましたので、記者の皆様も会見後にぜひお召し上がりください。私もいただきたいと思います。うん、やっぱりみずみずしくて甘いですね。大変おいしい梨ですので、ぜひ多くの方々に食べていただきたいというふうに思います。特に今年の夏暑いですからね、ぜひ梨でも水分補給していただきたいというふうに思います。今年の梨はですね、大変おいしく仕上がっております。千葉県ではこの本日ご用意いたしました香水をはじめ、これから香水、新高、そして県の育成品種である新品種の秋美月など、さまざまな品種が生産をされており、長い期間おいしい梨を楽しんでいただきます。みずみずしくておいしい日本一の千葉の梨の素晴らしさを皆様にもっと知っていただきたいと思っております。私からは以上です。それでは質問をお受けいたします。幹事社読売新聞さん、よろしくお願いします。読売新聞の取り組みです。よろしくお願いします。まずは LGBTQ の相談窓口についてなんですけども、はい、改めてなんですが、その設置の狙いですとか、期待する役割などあれば教えてください。はい、やはり申し上げた通り、LGBTQ に関してはですね、まだまだ偏見や誤解によって、さまざまな不安、そして悩みを抱えていらっしゃる方々が存在をしておりますので、
こうした方々がこの千葉県において生きづらさを感じることなく暮らしやすい環境を整えていきたいというふうに考えています。で、これまで県内で LGBTQ の相談を実施している市もありますけれども、県全体を対象とするものはありませんでしたので、設置をされていなかったですね、市町村にお住まいの方も含めてですね、こうした不安や悩みを抱える方々がより相談しやすい環境を整備することができたというふうに考えていますので、冒頭申し上げたとおり、生きづらさの解消につながることをわざわざ期待をしております。ありがとうございます。もう一個別件なんですけども、新型コロナウイルスの、について伺います。新たな変異株が登場していて、感染者数も増加傾向にあるかと思います、これから夏休みで動きも人の動き活発化すると思うんですけども、県として呼びかけたいことがあればお願いいたします。おっしゃっていただいた通りですね、今増加傾向が続いておりまして、本当にまさに昨年の同時期と同様のカーブに今あります。引き続き動向についてですね、十分注視をしていきたいというふうに考えています。で、県民の皆様にですけれども、手洗いであったり咳エチケットなどのですね、基本的な感染対策、それから、どうしてもエアコンつける形になりますけれども、普段一緒に生活されてない方などとですね、長時間屋内にいらっしゃる場合はですね、定期的な換気を心がけていただくなどですね、そうした対策を合わせた上で夏を楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。同じ区間でした、時事通信さんお願いします。時事通信の峰です。よろしくお願いいたします。梨のことについてお伺いしたいんですけども、梨というとどうしてもやっぱり千葉が日本一というイメージを持っている方は正直少ないのではないかというイメージもあるんですけれども、梨といえば鳥取というやっぱりイメージを持たれている方が多いと思いますけど、これなんでだと思われるのか、知事どういうふうに、そこにどういうふうに思われるか、その辺お伺いできればと思います。そうですね、やっぱり千葉の場合はですね、かなりこの特産品が多いんですよね。全国1位、2位のものが数多くあるということでですね、そうした点でですね、結果的に相対的に梨の部分がですね、一番目立つ鳥取に比べてですね、イメージ落ち持ちにくいのかなと思います。ここ昨今はですね、認知度は上がってきておりますので、そういう意味ではだいぶこう知られてはありますけれども、それでもですね、もっと突き抜けて日本一であることを我々としては知っていただきたいというふうに思っていますので、その点我々しっかり重点的にプロモーションしていきたいと考えています。あと僕も関連でなんですけれども、なんか知事、その梨は正直好物なのかというところとか、梨の中思い出があればお伺いしたいと、その日本一に向けて、真の日本一というのに向けてトップセールスというふうにしていきたいか、一言お伺いできれば。私は梨は好物ですね。これはもう子どもの頃から変わりません。本当に梨をずっと食べてきました。どんどんとですね、私の子どもの頃に比べると出荷時期が早まってきていますし、それから梨そのものの美味しさもですね、より甘くなってきているというふうに思っています。梨は品種がどんどん変わっていきますので、同じ梨でも味が違う部分が楽しめますので、そういった部分がですね、私も好きですし、多くの皆様方にもですね、愛されているゆえんかなというふうに思っています。で、まず千葉のその梨のプロモーションですけれども、やはりまず一つはですね、この日本一であるということと、それから歴史的に長年こう伝統がある、そうした産地であるということをですね、さまざまな機会を捉えて、しっかりとまずプロモーションしていきたいというふうに思っています。それからまた贈答等のですね、際にですね、より千葉の梨ということを印象付けていただくような、こういう、パッケージですよね。そうした部分もですね、我々としては力を入れていきたいというふうに思っていますので、そのあたりこう着実にやって、あとは最後は海外の方々にも認知を高めていきたいと思っておりますので、輸出の活性化の取り組み方針においてもですね、輸出ポテンシャル品目として梨を位置づけておりますので、この点についても我々力を入れていきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。発表前で一つお伺いしたいんですけども、他県の話題になって恐縮なんですけれども、北陸新幹線の敦賀新大阪間の建設費のルート、費用が想定の2倍になって、費用対効果が低いとしてルートを変えるようなことで、そういった議論も出てますけれども、愛宣言ではありませんけれども、北陸新幹線は災害時の首都圏からの代替輸送網として期待もあるわけですけれども、率直にこ の, 一連の流れをどういうふうに見られているか、一言お伺いできますか。そうですね、他の地域のことですので、直接コメントはできないんですけれども、しかしながらこう
なんていうかね、この北陸新幹線が関西部分と本当の意味でつながるということはですね、かなり日本全体 の, この人の移動であったり、まあ、物流面においても非常に大きな変化になりますので、そういう意味では私たちも注視をさせていただいています。まあ、コストの部分であったりルートの部分はですね、まあ、それぞれの関係者の方々が、まあ、これから明らかになった条件を含めてですね、さらに準備されるというふうに思っておりますので、まあ、しっかり見守っていきたいというふうに思います。それでは、各社様からお送りいたします。千葉テレビさん。千葉テレビの福井です。お願いします。発表会になってしまうんですけれども、台湾の輸入規制の緩和についてお伺いします。はい、今回台湾が原発事故を受けた輸入規制について、千葉県産品を含む一部の食品の規制を緩和する方針が固めたとされていますが、まだ緩和の対象食品は限られていそうです。それこそ梨とかも知事去年 PR されてましたけれども、まだ規制対象になっていると思います。今回の件についてどう受け止められているかお願いします。はい、ありがとうございます。今回ですね、この野生の鳥獣肉であったりキノコ類、コシ油、こうした部分がですね緩和されるというふうに聞いておりますので、まあ、我々これまでも規制撤廃を求めてまいりましたので、千葉県産の食品がですね輸入可能になるということは、これは一歩前進であり、まあ、喜ばしいことだと思っております。引き続きですね、台湾の方々のですねこう理解が進んでですね、まあ、千葉は安心だというふうに思っていただいてですね、この今規制が緩和された後もですね、放射線物質の検査、これが千葉県含めてですね義務付けられていますので、ここのですね撤廃も含めてですね、我々は引き続きさまざまなルートを通して求め続けていきたいというふうに思います。ありがとうございます。今回の規制対象の食品については、千葉県から実際輸出しているものっていうのはどれほどあって、どれぐらい効果があると見られていますか。どうぞどうぞ。販売室戦略課の松尾と申します。今回ですね、台湾当局から発表された案によりますと、先ほど申し上げました通り、野生鳥獣肉やキノコ類、コシ油類が、禁輸されていたものが、輸入、パブリックコメントを経て何もなければ輸入解禁になるといった報道、発表だったと認識しております。それについての千葉県産品の輸出状況についてなんですけれども、千葉県の輸入関係者の、聞き取り調査の中ではですね、一昨年度、またその数年前まで遡りましたけれども、輸出実績というものはございませんでした。ただ、キノコ類なんかはマッシュルームとか、生しいたけとか、まあ、そういったものの、産出額というのは千葉県でも多いものでございますので、そういったあたり解禁に伴って今後どうなっていくのかというのは注視していきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。知事、台湾に関連してなんですけれども、鄭文山氏が、逮捕されたという報道が出てますけれども、はい、県としては桃園市長時代からお付き合いもあって、去年は知事も台湾に行かれた時に実際お会いになられたりということもありました。まあ、そのことについて、まあ、今回の輸入規制緩和や今後の交流、県との交流についての影響をどのように考えていらっしゃるかお願いします。はい、本当我々まで、ですね、報道でして大変驚いております。副院長時代も含めてですね、非常にお付き合いをさせていただいてまいりましたので、今後のですね動向を見守りたいというふうに思っております。これからの その交流の話に関してはですね、現桃園市長も含めてですね、交流はしっかり継続されておりますし、また訪問した際に、台湾のさまざまな関係者の方々ともお会いをし、交流させていただいておりますので、まあ、その点はしっかり影響ないようにですね、我々も、いろんなルートの中でですね、交流を続けていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。千葉日報さん。千葉日報の島津と申します。まず LGBTQ の相談窓口についてなんですが、電話とメールによる相談とのことなんですが、SNS での受付等はしないんでしょうか。お、はい、
多様性社会推進課でございます。今 SNS ということなんですけれども、今千葉県の方ではこれからスタートするということで、まずは今年度電話相談、それからいつでも送信できるメール相談、この2点でやってまいろうと思っています。で、 SNS と相談等についての対応についてはまた課県の状況とか、まあ、今後の全国の状況を見ながらですね、まあ、検討してまいりたいというふうに思います。以上でございます。ありがとうございます。で、別の話題で、先ほど台湾の話も出ましたけれども、県内でも、昨日、イノシシ肉の出荷制限の対応、おとといですかね、こちらが発表になりまして、勝浦市と大多喜町について、まあ、条件を満たしたものは全頭検査をやめるという話でした。これ自体は喜ばしい流れだとは思うんですけれども、原発事故から13年経って、現状でもまだその全頭検査が基本という形になっているのは、これはさすがに厳しすぎるのではないかという考えもありまして、まあ、セシウムに関しては半減期もかなり、時間が経ってきているので、そのあたりの考えについて知事の現状の受け止めを伺ってもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。勝浦市と大多喜町がまず解除されたということはですね、我々も大変喜ばしいというふうに思っています。しかしながらご指摘いただいたようにですね、それ以外の地域も含めてまだまだですね、解除されておりませんので、千葉県のですね、こうした部分、まあ、しっかり検査もしてきて、安全性も証明してきているというふうに思っていますので、まあ、これまでも国に対してですね、まあ、早期の解除を求めてまいりましたけれども、これからも引き続きですね、国と協議をしていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。イノシシ肉以外でも、このしいたけだったり、まあ、金魚の声、こういったところもありますけれども、このあたりについても、もう過去10年ぐらい、やはりもう、まあ、ND というか、検出限界値以下が続いているという認識でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。で、知事は千葉市長時代にも、こう、焼却灰の、処理の話ですとか、放射線物質に関する、まあ、施策については、まあ、いろいろやられてきたと思うんですけれども、まあ、この中で、まあ、やはり国がこういった規制を続けているということに関しては、やはりやりすぎというふうに思っていらっしゃるという考えでよろしいでしょうか。まあ、ちょっと難しい面はありますけれども、その、なんていうかね、当時の、なんていうか、社会的なこう雰囲気も含めてですね、まあ、本来、さまざまな国際基準にのっとって設定していたものよりも、極めて厳しい基準をですね、雰囲気の中でですね、まあ、時の政権がいろいろ実施してきているわけですよね。それのまあ合理性については、今だからこそ別にその時決定した誰が悪いとかね、そういうことじゃなく、まあ、客観的にですね、ここは良かった、ここは過剰であった、その結果こういう負の側面が生まれてしまったというところはですね、私は総括をするべきだというふうに思っております。はい。当時からそれはずっと私自身は SNS も含めてコミュニケーションを取ってまいりましたけれども、そこはぜひマスメディアの皆様方にもご協力をしていただきたいなと思いますね。ありがとうございます。この件は本当に非常に繊細な部分を含むのが重々承知なんですけれども、台湾は一昨年から、いわゆる解禁に向けて動いてますけれども、去年の原発の処理水の放出の時には逆に中国の方が水産物について禁輸という形になったりとか、やはりなかなか海外からはこう理解が得られない部分もありますけれども、国内だけではなくそういった国際的な視点も含めてどのようにやるべきか、はい、考え聞かせていただけますか。はい、こういったものっていうのはなかなかこう専門性があってですね、多くの方々は理解しづらいところもありますし、またこう SNS も含めて最初からポジションが決まった状態からこうですね、主張されていく、まあ、そういう要素も多々ある分野だというふうに思っています。まあ、だからこそですね、やっぱり科学的な知見に基づき、また国際的なですね、そうした基準に基づいて意思決定をしていくことの重要性というのもですね、我々はしっかりと、ね、過去のそうした科学的な事案の中で教訓を得てきていると思いますので、まあ、その点我々しっかりと発信をしていく必要性があるのではないかなというふうに思っています。おそらくまたこれから将来日本においてもですね、今は想定できませんけれども、まあ、様々なそうした科学的なですね、インシデントに見舞われることというのは十分考えられるわけでありまして、まあ、そうしたときに感情をどのように理性が超えていけるかという部分はですね、私は社会としてすごく重要ではないかなというふうに思います。ありがとうございます。で、別の話題なんですが、梨についてなんですけれども、まあ、知事は先ほど、まあ、子どもの頃から好物であるというふうにおっしゃってましたけど、はい、香水、香水、にいたか、いろいろありますけれども、一番好きなのは何でしょうかね。
これどれも好きなんですが、まあ、あえて一つと言われるのは私はホースですね。あの日本の果物って、まあ、どんどん甘くなっていっているんですけれども、あの私自身はですね、あの酸味とのバランスが好きなので、まあ、ホースが比較的ですね、甘さと酸味のバランスのいい品種になりますので、まあ、個人的には放水の時期が一番特に楽しみにしておりますが、まあ、それ以外の梨も大好きでございます。わかりました。今食べたのは香水ですね。これやっぱり一番先ですからね、梨香水ですね、はいはい、でそれであの出荷時期がどんどん早くなってきているというのも、これも高知の人が実感しているところだと思うんですけれども、まあ、かつては8月の頭ぐらい食べたものがもう1週間以上これだけ現場に対しになっているので、やはり気候変動の影響だと思うんですが、まあ、この気候変動においてやはり農家に対するこう影響というのもかなり現れてきているところがあると思います。そのあたり、まあ、農林水産においてこう気候変動に対する施策について、まあ、特に梨について今回お聞かせいただけますでしょうか。はい、あの我々もそういう、 こう気候のこう温暖化への影響への対応としてもですね、あの新高からですね、秋三月の方にですね、あの転換をこれ我々促しているわけですね。そうしたこう暑さに強い、まあ、品種等々の開発や改良、こういうものを行ってですね、農家の皆さん方を支えていくということと、それからそれ以外にもこう栽培面においてですね、そうした工夫をどのような部分でしていくのかというところのですね、そうしたこう技術面でのですね、あの助言支援、まあ、こうした部分をですね、我々としてはですね、しっかりこれからもやっていく、まあ、あの特にこれから重要性が高まっているだろうというふうに考えています。どうもありがとうございました。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。3ページ目。産経の岡田でございます。パリ五輪について伺います。あのちょっと向こうの現地と時差があって、うん、あのいろいろその深夜のテレビ観戦とかになりかねないという状況ですけれども、自身のパリ五輪への期待とですね、もう一つの本県ゆかりの選手を含めた知事が注目する選手、それから競技などがあれば教えてください。そうですね、まずこう我々千葉県ゆかりの選手に関しては、まあ、本当にどの方もですね、非常に期待できる選手ばかりではありますけれども、まずはですね、やっぱりあの千葉県に住んでいて、かつ、県立高校に通っている現在3年生の安楽宙斗選手に関してはですね、まあ、それまでの大会実績も含めて、まあ、非常に期待ができるんではないかなと。県立高校に通う子がまさに金メダルを目指して、あのオリンピックという大舞台に挑戦するというのをですね、ぜひ県民の皆様方は投資をしていただきたいというのがあります。それからもう一つはやはり体操男子ですよね。あの非常に橋本大輝選手含めてですね、あの日本代表の中に本当に千葉県ゆかりのですね、選手がたくさんいて、本当にチーム千葉とも言っていいようなですね、状況でありますので、そうした選手の活躍をですね、楽しみにしております。まあ、いずれにしてもあの今回はあの、まあ、民放さんもですね、あの TVer でいろんな形で放映をされるというふうにも伺っておりますので、まあ、あの生で見るとなかなかおっしゃった通り寝不足に日本列島になるのかなという感じがいたしますけれども、まあ、うまくですね、あのこのテレビとそれからインターネットも駆使しながらですね、自分の見たい、マイナーな、ね、競技も含めてですね、いい時間に見て行けばいいのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で本日の定例記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。